百科全書第18巻に掲載された中等形状の説明図。図中の上からの名称は次の通りオーダーは古典主義建築の基本単位となる円柱と量の構成法で独立円柱と水平量からなる。一般的にトスカナ式、ドリス式、イオニア式、コリント式、コンポジット式の5種類を指す。オーダーという名の通り、柱と量など部材相互の秩序ある組み合わせのこと。 オーダーは、ギリシア建築、エトルリア建築、ローマ建築に遡る、定型化された柱の装飾方法である。古代ギリシアでは、伝統と結びついた重要な手法であったが、ローマ帝国末期には重要性を失い、東ローマ帝国では、早い段階で消失した。西欧諸国では、柱の装飾として素屋なコリント式の装飾が使われ、続けたが、ルネサンスの時代に、 古典建築が再発見されると、オーダーは再び注目されるようになった。ルネサンス後期になると、オーダーは建築美の究極の姿として敬意化され、古典主義建築家たちの間で、オーダーのいかなる比例関係が真の美であるかということが真剣に論議されるようになった。17世紀になって、 オーダーイコール人の美という考え方に疑問が呈されるが、18世紀末に古典主義建築の単なる記号として相対化されるまで、オーダーは建築において絶対的な地位を保ち続けた。オーダーの起源はドリス式、コリント式はギリシア建築であるが、イオニア式は小アジアに由来し、どこまで遡れるかは定かでないものの、東方起源であることは間違いない。 この三種類のオーダーは、ローマ建築に継承され、ドリス式、イオニア式、コリント式、そして簡素にではあるが、トスカナ式については、古代ローマの建築家、ウィトルウィウスの著作、建築についてに記述されている。ウィトルウィウスは、各オーダーの簡素な比例関係と、いかなる神殿にふさわしいかということについての説明を、行っているが、決して、 これら建築の必須用途であるとは規定しなかった。オーダーを5種類に規定し、かつ建築の絶対美としたのは、ルネサンスの建築家たちである。初期ルネサンスの建築家レオン・バッティスター・アルベルティは、ウィトルウィウスの著作とローマ遺跡のオーダーを観察し、その建築理論を建築論にまとめたが、その時、彼はトスカナ式オーダーには言及せず、代わりにコンポジット式オーダーを加えた。アルベルティは、 建築において主要な装飾は疑いなく円柱であるとしながらも単にこれらのオーダーを考察の結果として記載し構成しただけであった彼はコンポジット式オーダーを加えはしたがそれについてほとんど何も語っていないしコリント式オーダーを特に重用している何より実作では彼自身が自らのオーダーの比例理論に忠実ではなかったアルベルティの著作には 図版が記載されておらず、その後に刊行されたアントニオ・フィラレーテやフランチェスコ・ディジョルジョ・マルティーニの建築論では、オーダーに関する明確な理論は語られていない。15世紀の建築家たちは、包括的なオーダーシステムを持っておらず、ほとんどの場合、ロマネスク時代から用いられていたコリント式か、コンポジット式を採用した。 16世紀初頭になると古代ローマの遺跡に対する包括的な研究とウィトウユスの理解によってオーダーは体系的に扱われるようになり特にドナトブラマンテによって様々な展開を見ることになる。ブラマンテはトスカナ式とドリス式を積極的に応用した初めての建築家で聖人を崇拝する施設にはどのようなオーダーがふさわしいかという定義を示した。 こうした2世紀にわたるオーダーの展開は16世紀後期の建築家セバスティアーノ・セルリオの建築書によって集約された。セルリオの功績は5つのオーダーを初めて全般的に記述し、これを同等のものとして扱い図版を使って説明することによって誰もがそれを扱えるように定式化、高度化したことである。まさにこの書籍によって オーダーは建築の象徴となった。彼のオーダーは厳格さという意味においては疑問であるし、その比例理論はウィトルウィウスのものから逸脱しているが、この書はすぐにドイツ語、フランス語に翻訳され、番を重ねた。さらにジャコモ・バロッチ・ダ・ビニョーラが建築の5つのオーダーで細部の詳細な比例関係を構築したことにより、 建築家の誰もがオーダーを扱えることになった。セルリオ以後、オーダーは建築美の究極の姿であるという概念は建築家たちに受け入れられ、建築理論はいかなる比例関係がオーダーの真実の姿なのかという論点で展開されるようになる。17世紀になると、クロードペローが古代からルネザンスに至るオーダーの比例に全く統一性がないことを指摘し、 オーダーの比例に内在する絶対的な美というものに対して疑問を呈したが建築アカデミー主事であったフランソワ・ブロンデルはルネサンス的な比例理論を思考の存在としてこれを堅持した。ブロンデルのような保守派も古代ローマの建築には一定の比例関係が全く見出されないことを知ってはいたがこのような際は資格補正によるものとされ 比例と美の関係に対する議論は18世紀中央まで続けられた。このような議論は新古典主義にも継承されたが、18世紀後期に美の本質に主観と客観が相互に関連する恣意的な要素が含まれていることが認識され、さらに植民地から諸外国の建築についての情報がもたらされるに及んで、オーダーの比例に内在すると思われた美が、実は、 経験的なものに過ぎないと考えられるようになった。このため、オーダーは建築にとって絶対的なものとはみなされなくなり、19世紀の歴史主義、折衷主義では古典主義建築を表すだけの単なる記号として扱われることになった。トスカナ式の特徴として、円柱のプロモーションは、それぞれのオーダーで異なっているが人によって、トスカナ式とドリス式を 同じと考える人もいる。円柱の形の層を見比べる点として、上部の荷重を直接的に支える中等部分は、それぞれの柱で工夫がされていると考えられる。しかし、中等の部分に特徴が少ないのが、トスカナ式とドリス式であるため区別がつきにくい。トスカナ式はフルーティングがないのに対して、ドリス式はフルーティングがあるものとないものもある。ドリス式には、フリーズに、 トリグリフを持つという特徴があるがこれを持たないドリス式も存在する。ドリス式は他にも複雑な装飾的細部があるが、それらが簡略化された柱が簡略化されたドリス式とされているため区別が難しい。細かな違いを挙げるとすれば中等部分のエキナスのカブフィレットがドリス式では2から3本あるが、トスカナ式は1本しかない点や、エキナスとその下のゴルジュの部分に、 トスカナ式では装飾がないこと、トスカナ式の柱石杖はトールスとプリンスだけであることアーキトレーブにファシアがないなどという違いの特徴がある。トスカナ式オーダーはウィトルウィウスの建築について第4章、第7章において3つの内陣を持った幅広の軒の深い神殿に使われるものと説明されている。この特徴は エトルリアの神殿建築に見られ、従ってこれはエトルリアに起源を持つ最も単純な形式のオーダーである。単体で存在する場合、ドリス式とは柱直径と高さの比例が異なる以外、区別がつかない。ブラマンテの設計したテンピエットも比例の関係からドリス式ではなくトスカナ式とされる場合がある。オーダーの比例関係はウィトルウィウスによれば、 柱の直径、石杖版、中東イコール1、1、2、1、2である。ルネサンス時代にビニョーラによって作成された建築の5つのオーダーでもこれは同修されているが、柱新庄部の縮小が柱直径の0.85という関係や、柱大寸法が柱直径の1、3などの細かい比例が追加されている。セルリは著作の中でトスカナ式を 要塞や監獄に用いるのが良いと考えた。詳細は、ドリス式を参照パルテノン神殿のドリス式。オーダーオーダーの中では最もその起源が古いと考えられ、ペロポネソス半島最古のギリシア建築に用いられている。パルテノン神殿など、ギリシアで見られる石杖板を持たない柱を、ギリシアドリス式、石杖板を持つものを、ローマドリス式として区別する。他のオーダーとは違い、 通常、コーニス部分に、ノキタルキの小口をモチーフにしたと思われるトライグリフと、メトープが用いられる。ウィトルウィウスはこのオーダーを男性になぞらえ、武神の神殿に用いるべきだと考えた。プラマンテが、ペトロの殉教地である、サンピエトロイン、モントリオ聖堂のテンペットにこのオーダーを、用いたように、セルリオもこのオーダーに、極めて武人的な性格の強い聖人を当てはめた。 ビィトル・ウィウスの建築について、第4章、第3章に、その比例関係が述べられている。中株直径を1とした場合、石杖板、中東、柱高、コーニス、フリーズ、アーキトレーブイコール1、2、1、2、7、1、2、3、4、1、2となる、渦巻き模様が特徴的なオーダー。紀元前6世紀頃に小アジアで作成されたもので、 中東はアイオリス式中東から発展したことはほぼ確実である。紀元前5世紀頃にはアッティカ半島で広く使用されるようになり、ヘレニズム時代にはドリス式に代わってほとんどすべての神殿建築に取り入れられた。ビィルウィウスの建築について第3章第5章では中下部の直径に対し中東石杖英イコール112柱直径。 柱の高さイコール1、9と1、2である。ウィトル・ウィウスは、線の細いイオニア式を女性的しなやかさと捉え、女神の神殿に用いるべきだと考えた。これを受けて、セルリオは、女性の聖人か、学者的な聖人に剣道する聖堂に、イオニア式を用いるべきとしている。紀元前5世紀頃に、アテナイで発明されたオーダー。 中東部分はコリントスにおいて墓地に捧げられたカゴがアカンサスに覆われたものを彫刻家が模して作ったと伝えられている。この話の真偽は定かでないがアカンサスの葉を模しているのは事実であると考えられる。通常は中東に上下8枚ずつ互い違いにアカンサスが彫り込まれるが装飾の豊かさと自由さによってバリエーションも 多く、柱の装飾として好まれた。ビィトル・ウィウスは、建築についての第四章、第一章において、コリント式オーダーについて触れ、その比例関係は、イオニア式と同様であるとしている。ただし、中東のみは、柱直径と同じ比であるとしている。このため、コリント式は、イオニア式よりもほっそりとした印象を与え、繊細な死体を持つ少女になずらえられる。 セルリオはこのオーダーを諸女マリアに捧げられるものと考えた。混合式を意味する。中東の上下に異なったオーダーの要素を組み合わせたもので、通常はトコリント式の上部にイオニア式の渦巻き模様を乗せた中東を持つ。しかし、渦巻きの代わりに人や動物の頭をあしらったものも見られ、バリエーションが多い。 アルベルティによって発見された。エンタブレチアは、オーダー最上部の水平張りで、コーニス、フリーズ、アーキトレーブからなる。イオニア式の場合であれば、コーニスは、上部から順に、セーシーマ、ハンシーマ、体上面、剣持ち送りおぼろ、歯型飾り、ハンシーマ、玉縁から構成され、アーキトレーブは半シーマ、体上面、半シーマ、 体上面、玉縁、体上面からなる、ドリス式のコーニスには、トライグリフが取り付けられるが、ウィトルウィウスによれば、これは木造神殿の屋根のたるきの小口を表したもので、あるとされる。ありがとうございます。